本日は第89回関東大学バスケットボールリーグ戦、専修大学対拓殖大学の試合の模様をここ横浜文化体育館よりお届けいたします。この試合の解説は佐藤俊樹さん、そして実況は慶応義塾大学の松本和弘が担当します。佐藤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さっきのリーグ戦、専修大学は第3位11勝7敗という成績でした。そして拓殖大学は第6位、8勝10敗という成績でした。それでは間もなくティップオフです。さあ試合が始まりました。第89回関東大学バスケットボールリーグ戦開幕日第3試合目です。専修大学対拓殖大学の試合です。緑のユニフォーム、さっき第3位11勝7敗という成績でした、専修大学に対しまして、白のユニフォーム拓殖大学はさっきのリーグ戦6位8勝10敗という成績で終えています。拓殖大学のオフェンス、さあここで試合が中断しています。拓殖大学ボールでリスタートです。さあジョフチェイカー、ハマドバンバ、ひときわ存在感を放っています。ジュアマの大垣がボールを持っている。大垣のシュート、リバウンドバンバというところですが、これは専修大がディフェンス。さあここからシュート打ってくる、アウトサイドからのシュート、お、よくリバウンド取りましたね。はい、専修大15番小野寺のシュートでしたがリバウンドになっています。オフェンスリバウンドは再び専修大、11番の宇都直樹シュート、リバウンドバンバです。さあ長いボール、これは専修大がカットします。ここに24番田代、さあインサイドでボールを回してシュート、これを決めてきました6番の渡辺です。さあ試合開始、専修大学が連続ポイント、現在4対0。反転してバンバンのシュートでしたが決まりません。専修大のオフェンスです。11番の宇都、そしてパスを回してリバウンドは拓殖大。さあここからどう攻めていくかというところ、サイドを変えてきました。99番赤石のシュートはリバウンドです。リバウンドを渡辺、専修大の攻撃。
14番の藤岡のシュートが決まりました。専修大学が3連続ポイントということで、拓殖大は、まあ、出だしどういった、そうですね、まだ様子を見てるんじゃないかなと思いますね、はい。そして拓殖大学にはこれがありますよね、はい、そうですね、バンバンダンクがいきなり来ましたね、はい。新人戦でもまばゆい輝きを放っていたバンバが、まあ、満を持して、まあ、バスケットボールリーグ戦89回登場といった形です。まあ、序盤からこれだけ豪快なダンクを見せてくれて、やはり規格外ですよね。そうですね、まあ、またバンバの動き次第でまた勢い乗ってくるんじゃないかと思いますね、はい。まあ、まだ開始早々ですからね、はい。さあバンバが決めてきます。さあ40番藤井優真からのアシストでした。さあここで拓殖大学は専修大学がシュートを決めてきます。10番の藤岡です。ここでファールがありました。ただいまのファールは専修大学11番の宇都直樹のファールです。やや今のは、はい、判定に納得がいかないような感じの、そうですね、まあ、鳴らされてしまうとどうしても、はい、はい。さあ拓殖大このフリースロー1本目を確実に決めてきます。2本目も決めてきました。14番大垣が決めています。専修大の攻撃、専修大は11番宇都直樹を中心としている攻撃です。この11番の宇都はさっきのリーグ戦ポイントランキングなんとトップでして、はい、1試合平均 23.11 という、いやすごいですね、はい、得点率です。やはり宇都選手は注目選手ですね、はい。アシストランキングでも、まあ、第8位ということで、まあ自分でも撃できるし、はい、他の人も使えるという関東賞を獲得した選手です。さあ拓殖大フリースローバンバが決めています。2本目は外れます。リバウンド専修大、さあ鋭いスイッチからオフェンスリバウンド奪って選手攻める。11番の宇都が決めてきました。いいですね、選手大学、はい、これを決めてきます。14番大垣のシュートが決まりました。さあここでボールが当たる。14番の大垣がシュートを決めていきます。ややこう、はい、入り方としてはオープンですかね、両チームとも。そうですね、いやしかしでも専修大学はすごくテンポがいいと思いますね、はい。気持ちよくオフェンスできていると思うので、はい、こう両チームのポイント差としてはわずか1ポイントなんですけれども、はい、佐藤さんは専修大学が今のところやや優勢かなというところですか、はい、そうですね、まあ、やはり点差が競ってるだけあって、はい、まあ、本当に些細な空気的な問題だと思うんですけど、はい、そうですね、見てる限りでは選手団の方がテンポがいいかなと思いますね、はい。さあランバーがシュート打ってリバウンド再び拓殖大、しかし選手団がカットする。さあそのリズムの良いオフェンスを展開できるかというところです。拓殖大がカット、少し狙いすぎましたね、はい。さあランバーがこれを決めてきますねそうですね、拓殖大学にこれがありますからね、はい。やはり今のも、はい、まあ、バンバほどサイズがない選手だと届かないんじゃないですかね、パス。そうですね、やはりバンバだからこそなのかもしれませんね、はい。パスを空中で受けてそのままダンクに持ち込みました。豪快なプレーが見られます。さあ拓殖大シュート打ってきた39番成田、
拓殖大が逆転しています。専修大6番の渡辺からパスをつないで ここでどうやらファールがあったようです。拓殖大学14番大垣のファールがありました。専修大のフリースロー、1本目が外れます。さあ2本目、これを外してしまう。リバウンド専修大です。さあウトから攻撃組み立ててリバウンド、バンバが取ります。さあ拓殖大が攻撃を組み立てる。インサイドバンバへ。やはりバンバ選手寄りますね。はい、さあ成田がシュートを打ってくる。フリーで放ったスリーポイントシュートが決まります。さあ専修大のセットオフェンスです。6番の渡辺、そして14番の藤岡、11番の宇都江、ここからシュートを放ってきました。反転してシュートを決めてきました。ただいまのシュートは24番の田代です。ここでファールがありました。拓殖大が第1クォーター残り半分を切ったところでリードを奪っていますね、はい、そうですね、やはりバンバ選手もすごくディフェンサー寄ると思うんですけれども、はい、成田選手2本連続でスリーポイントがありましたけれども、はい、やはり外のシュートが打てる選手がいるので、はい、やはりそこでこうバランスが取れているとオフェンスとしてはやっぱ振り幅が広いですよね、はい、まあ、そのあたりバンバに頼らずともというところですよね。そうですね、またあれですね、バンバ選手がいるからこそっていうのもありますよね。あ、なるほど、バンバにこうディフェンスが集中してしまって、はい、それで外からのシュートが容易になるという。そうですね、また外したところでもバンバ選手が拾ってくれるんじゃないかっていうことがあるので、はい、だからそこの信頼関係もしっかりできてると思いますね。はい、さあただいまのシュートは専修大学11番の宇都です。拓殖大が攻めます。目まぐるしく入れ替わる。やはりこのバンバというのはまだ1年生ですけれども、はい、1人いるだけでこうチームがガラッと、そうですね、存在感大きいですよね、はい、拓殖大フリースロー1本目決めてきます。さあこれで拓殖大が23ポイント、専修大が18ポイントとなっています。専修大の攻撃です。シュート打ってくる。リバウンドバンバ、拓殖大の攻撃になっています。シュート、リバウンドは専修大、宇都が収めます。さあここで大沢、リバウンドは拓殖大、成田へ、成田のシュート、リバウンド専修大、やや足を滑らせてしまいました。さあ攻撃を組み立て直します。11番の伊藤です。渡辺がどう仕掛けるか、1人でいった、ここでファウルがありました。少しこう、はい、判定に対して、そうですね、ちょっとそれは違うんじゃないかと、はい、
まあ、やはり開幕日ということで、まあ、両チームとも、まあ、熱くなってしまうのもあるんですよね。それはあると思いますね。はい、さあここで専修大のフリースローです。フリースローシューター6番の渡辺です。さあここでアウトオブバウンズ。ややこう会場内に何かこう緊迫した雰囲気が漂っていますけれども、そうですね、はい、こうしんと静まり返った、ね、ちょっと、まあ、プレー以外の部分が、はい、ちょっと強調されてしまったので、はい、さあここでシュートを打ってくる。これを決めてきました。拓殖大14番大垣慎之介です。現在第1クォーター残り1分余りというところ、拓殖大学25ポイント、専修大学20ポイント、拓殖大が5ポイントリードをしています。専修大今のシュートは外れてしまいます。さあ拓殖大の攻撃です。藤井がシュートを打ってくる。これが決まりました。さあ専修大11番の宇都がボールを持っています。インサイドパスが通った。これを決めてきます。専修大6番渡辺が決めてきました。今のは宇都の素晴らしいパスが光りましたね。そうですね、やはりあれだけ中に入っていかれるとディフェンスはまあ、ヘルプを気にしなきゃいけなくなってしまいますから、はい、ややこう危ないプレーがありました。拓殖大専修大にボールを奪われる。ここでフリーでシュートを打たれます。6番渡辺がシュートを決めてきました。やはりあれですね、専修大学は宇都選手がチームを引っ張ってますね。はい、これを決めてきた。スリーポイントシュートを決めてきたのは40番藤井優馬です。さあここで第1クォーターが終了しました。第89回関東大学バスケットボールリーグ戦、専修大学対拓殖大学の試合は30対24で拓殖大学がリードして第1クォーターを終了しています。